こんにちは、速稼塾の久保です。皆さんは駅を使ってますよね。 JR の駅ですけども、で、JR の駅のトイレってまあ結構綺麗になったじゃないですか。私が小中学生の頃って駅のトイレってまさに駅のトイレって感じでね、ちょっと使うのためらうぐらいだったんですけども、とっても今綺麗です。その中で広島県福山市の、福山城のね、ちょうど向かいにある駅、福山駅なんですけども、こちらの方のね、なんか北側かな、北側のねトイレってなんとね綺麗なんですけども、ペーパーがないんですよ。その代わり自販機があって、50円だか100円だかを入れてガシャンってからね、ポケットティッシュこのぐらいのやつを買うことになるんですよ。それこそね、ダイソーとかに行ったらその6個とか10個とかで100円ぐらいのポケットティッシュだと思うんですけども、ちょっと正確には分かりませんけどね、1個50円とか100円で結構割高なんですよ。まあでも背に腹は変えられないから買ってトイレに入るって方いると思うんですけども、でもね、今の時代トイレにはペーパーが当たり前のようにね、言ってみれば無料でついてると思うんですよ。だからそういう風な先入観をもとにこのトイレに入った方は、やべ、何これみたいな感じになったかもしれないですね。で、なんでね、この福山駅のトイレに紙がないのかってことがヤフーのトップページに上がってるんで、ちょっとそっちをね一緒に見ていきましょうか。こちらです。はい、トイレに紙を置いてないとか罠だ、福山駅の対応に不満続出、 JR 西の言い分は、ということなんですけども、 JR 福山駅のトイレに紙が備え付けられていない、使うたび痩せる、広島県福山市の主婦45歳からそんな声が届いたと。これ私ね、小中学生の頃からずっと感じてましたよ。このトイレ紙がないんだよね。で、買わないといけないんですよね。まあ、買いますよね、だからね。まあ、そうやって売り上げを上げるのもトイレ時のために必要なのかなと今では思うんですけどもね。で、なんでね、こう、この駅に限って、まあ、紙がないんだってことで理由を探してるみたいなんですけども、まあなんかね、これからも使う予定はないらしいんですけども、まあトイレに紙がなくったって、それはね、ポケットティッシュでも持っておきましょうとかね、それは自分の責任で買いましょうとかっていう意見は正しいんですよ。トイレによってどこまでのサービスを提供するかっていうのは、それはトイレの管理に任されてますし、まあ、そもそもこのトイレって別にね、誰かがやっぱり管理していて、誰かがお金を出してるわけですから、紙ぐらいは自分で用意してよみたいなこともわからないでもないです。ただ今この平成令和の時代にですね、トイレは綺麗になっていてペーパーがつくのが当たり前なわけですよ。その当たり前のレベルが上がったところで、昭和のね、初期のような紙は自分で用意してねみたいなのはちょっとね、いただけないかなと思います。で、言い分としてはね、トイレットペーパーに火がつけられるというふうな事件が2018年にもあるんですよ。あったんですよ。なんかそういうことを考えると、もうちょっと紙はつけられないよねみたいなことになるんですけども、でもこの事件って日本全国でまあトイレにね、トイレットペーパーに火がつけられるようなことがあるんですけども、でもほとんどの駅ではそういうのも込みで、それでもペーパーはなくさないみたいなことでね、放火事件に負けずにトイレの紙をつけ続けてるところがありますから、ちょっと理由は別にあるんじゃないのってことなんですよ。で、観光課に尋ねたんですけども、JR の管理なのでコメントできないと一言のようだったってありますけど、まさにね、こう管轄してない観光課が勝手にね、答えることできないでしょ。だってその JR ってのは民間企業ですけども、市観光課は行政でしょ。だから行政が勝手に答えて、民間がなんかね、おかしいことになっちゃいますからね。一言のようだったって悪い書き方しますね、これは。まさに一言だということだと思いますけども。で、まあまあ、でもね、いろんな方法があるんじゃないのと。盗難対策したりとか、有料の自販機を置くなど、いろんな方法があるんじゃないのということでございますね。ちなみにね、この福山駅、駅構内に、ダイソーなる100円均一があるんですよ。キャンドゥかなんか。だからそこで別に、ミートアップだったかな。そこで別に買ってから行ってもいいと思いますし、まあ万が一ね、トイレットペーパー備え付けのところでも、なくなっている場合があるじゃないですか。入ったがいいけど。だからトイレに入る前は、自分のポケットにティッシュを入れておくっていうのは、まあ社会人としては常識と言ってもいいかなと私は思うんですけどね。だって、外に出かけるときにハンカチとティッシュは持っておくことって幼稚園の頃から教わりますもんね。だから女性の方なんて結構持ってると思いますけども、男性はね、なぜかね、ティッシュをあまり持ってなかったり、ハンカチすら持ってない人がいるんですけども、
ハンカチ持たずにどうね、あの社会人送るのかなと逆に思っちゃいますけどね、うん、で、まあそこはちょっと話ずれたんですけども、まあトイレの改善を通じより良い社会を作る NPO 法人、こんなのがあるんですね。日本トイレ研究所があるんですか。そこにトイレがあるのは需要があるから、まさにそうですね。まあつけた方がいいんじゃないのってことですけども、最後ですね、駅は街の顔だ、もし観光客がトイレで嫌な思いをすれば水に流してくれないだろうということですね。おもしなしの姿勢を問われている。なんですか、トイレットペーパー1個で、おもてなしの姿勢は問われるのかなと思いますけども、随分悪意のある書き方をしてるなと思いますね。だったら中国新聞のデジタルさんよ、あんたがつけてあげればいいじゃないか、そんなこと言うんだったらと思いますよ。中国新聞だって十分公共性のあるね、事業だと思いますし、軽減税率受けてる分、ね、それは 2% のその消費税の差額で、トイレットペーパーをもう寄付しますっていうのは結構中国新聞さんの評判に関わるんじゃないですか。ということでね、いちいち突っ込んでみましたけども、私もねこの町に住んで福山駅のトイレに紙がないなと思ってましたけども、だからといって不自由を感じることはないですよね。自分で工夫できることですから。もうだからこんなの記事にするようなものなのかなと私の感覚で思っちゃいますけども、皆さんどのようなお感じでしょうか。それでは本日は以上です。